ビルマ連邦国民連合政府。ビルマ連邦国民連合政府は、かつて、アメリカメリーランド州のロックビル、ロックビルに存在した、ミャンマー、ビルマの亡命政府。英語での名称は、ナショナルコーエディションアバメントオブザユニオンオブビルマで、略称はエンシーガブ。主な構成員は、ミャンマーの国会にあたる、国民議会、英語で、ピープルズアセンブリー、ビルマ語で、バイスラと、 人民議会とも訳すの一部議員であった。軍事政権による民主化運動取締りに対抗して1990年に樹立されたが2011年以降に進んだ政治体制の民主化、軍事政権の解散等を受け、本国での民主化運動への合流を目的に2012年に参した。1988年にミャンマーでは ネウィン将軍の軍事独裁体制に反発する大衆運動が公用し、同年7月にネウィンがビルマ社会主義計画党 BSPP マサラ議長を退くことで1962年以来続いてきたネウィンの独裁政治は終わりを告げた。しかし、大衆運動によって国内が騒乱状態となっていたことから、同年9月18日にネウィンの下で ビルマ軍参謀長を務めていた、そう、マウジョー軍がクーデターを決行し、1974年に制定されたビルマ連邦社会主義共和国憲法の停止と国家法秩序回復評議会、SLORC の設置を行った。SLORC は自らを民政移管までの暫定政権と規定し、反対性運動を武力で取り締まる一方、複数政党制の導入と、 国民議会、人民議会総選挙の実施を公約した。そのため、民主化を求める国民民主連盟、NLD はアウンサンスーチーを初期長とするなど活動を活発化させが、SLORC は1989年7月に NLD のティング議長とアウンサンスーチー初期長を国家破壊法違反として自宅に軟禁し、政治活動も禁止した。その後、 反対性運動取り締まりの中で、SLORC は1990年5月27日にを実施したが、結果は、野党の NLD が議席、485議席の8割以上、392議席を獲得する圧勝となった。NLD は、政権以上と国民議会の早期開催を求めたが、逆に SLORC は新憲法制定、政治体制の確立を、 政権以上より優先させるべきとの判断から国民議会の召集を拒否すると同時に当時各地で生じていた国内少数民族の反政府武力闘争の鎮圧作業を行った。また、SLORC は福国第91号を発令し、SLORC の方針に反発する野党党員逮捕や当選議員の資格剥奪などを行うことで主に NLD の抵抗を抑えた。 そのため、国民議会の反 SLORC 勢力は1990年12月に、密かに国民議会を召集し、450人中250人が集う中、議会議員及び SLORC と内戦を繰り広げていた反政府ゲリラ勢力、可憐民族同盟、NDL の指示を受けながら、同月18日に、ビルマ連邦国民連邦政府、 NC ガブ公式に結成するに至った。その際、政府原首としてアウンサンスーチーのいとこたるセイン・ウィンが首相職に任命されている。新憲法制定を最優先とする SLORC は1992年4月の丹州エ将軍の議長就任後93年1月に新憲法策定のために政権国民会議を招集9月に 国家の基本原則を公表した。このような SLORC の動きに NLD は反発したが、SLORC は NLD 所属の国民議会議員の逮捕や議員資格の剥奪などの処置で抵抗を封じ込めた。結果、95年11月、複数政党制二院制議会、州の自治承認などについて審議する政権国民会議が召集された際には、 1990年の総選挙で選出された議員は会議出席者の約14%に減少し、他は SLORC 選出の議員が占めていた。そのため、会議に反発的な NLD は、会議の進行が非民主的であることを理由に会議をボイコットし、1996年6月15日の党大会で独自の憲法草案を発した。さらには、 国民議会選挙後に亡命した国民議会議員が国民議会を代表するために同年6月18日に国会議員連合 MPU を結成した正式な設立は2000年10月これに対し SLORC はアウンサンスーチーの対話集会禁止など NLD への弾圧を強化し国家秩序の安定に対する自信から97年11月に SLORC を国家は発展評議会、SPDC に改組した。NLD は何度も国民議会の開催を SPDC に申し入れたが、SPDC は応じる気配を見せなかった。そのため、1998年6月から NLD は国際社会の支援を背景とした民主化運動の盛り上がりを狙い、60日以内の国民議会開会を要求した後、 1998年9月16日、独自に90年総選挙の選出議員10人から構成される国民議会代表者委員会 CRPP を発足させ、1990年5月の総選挙で当選した議員の過半数の委任を正当性根拠にして国民議会の代行開催に踏み切った。CRPP はヤンゴンで初会合を開き、 SPDC が出す各種法令に正当性がないことを個別具体的に宣言し独自の真剣法草案作成にも着手した。NLD は12月に近入 SPDC 第一初期を犯罪行為で司法当局に訴えるなど SPDC への対決姿勢を強めたが SPDC はこれに対し300人以上の NLD 幹部を拘束し 他にも99年1月の独立記念日における、単州への NLD や運産数値避難など、大措置を取った。発足以来、n c g や MPU、CRPP は、ミャンマー民主化のための活動を海外で、積極的に展開し、主に欧米諸国等から支持を得ることに成功した。一方、SPDC の単主へ政権は、 欧米諸国から人権侵害や民主化運動の弾圧等を理由に経済制裁を受けることになったが、それでも民主化のための対話を進めなかった。そのため、NC ガと SPDC の関係は対立状態のまま膠着したが、2007年10月にテインセインが首相に就任すると事態は大きく進展した。テインセインの首相就任以降、SPDC は 政治体制の改革を加速し、2008年5月10日及び同月24日にはについてのを実施した。NC ガブは憲法案の中身や選挙の中立政党を理由として選挙に反対していたが、SPDC による選挙の強行によって新憲法案は可決された。以降は SPDC によって民主化が一歩一歩と図られ、2010年には新憲法に基づき、 両院制の連邦議会とで構成への民選議員を選出することになった。SPDC は選挙を民主化へのロードマップと位置づけたが、NC ガブは選挙の公平、中立性が確保されていないこと等を理由に反対、ボイコットの姿勢を示した。しかし、選挙は2010年11月17日に予定通り実施され、SPDC の流れを組む連邦団結発展等。 ユスデップが第一党となった。2011年になると、NC ガブを取り巻く環境は大きく変わった。同年1月31日に、連邦議会が開幕し、3月30日には、SPDC の解散とテインセインの大統領就任によって、ミャンマーの軍事政権時代に幕が下りた。その後、テインセイン大統領は7月にアウンサンスーチーと、 国家の発展のため協力し合うことで合意し、10月12日に政治犯を含む受刑者6359人を御社で釈放、11月4日に政党登録法の一部改正、副役州に党員資格を与えないとした条項の削除を承認すると、等民主化に向けた取り組みを続けていった。これを受け、NC ガブを支持していた。 アメリカや EU 諸国がミャンマーへの経済制裁を解除する方向へ動き始め、n c ガブの一角である国民民主連盟 NLD も11月25日にミャンマー政府へ政党登録して現行憲法下で国政に参加することになった詳細は英語版記事参照のこと。その結果、非民主的なミャンマー政府に対抗することを目的とした n c ガブは、 存在意義を失い、ミャンマー本国での改革運動へ合流するため2012年9月14日をもって解散した。NC ガブは主要な活動目的としてを掲げ、これら3点の達成を念頭に置いた体内、対外活動を行っていた。NC ガブは対外的にミャンマー軍事政権、国家平和発展評議会政権が 現状のままで国権を担うことを思い止めませるべく、国際社会からミャンマーに対する圧力や制裁、その他の形の行動を得るように取り組んできた。具体的に NC ガブは、1990年の国民議会選挙後にミャンマーで生じた政治的問題、民主化運動の取り締まりや人権侵害を喚起するために、毎年行われる国際連合人権委員会でのミャンマーにおける 人権状況の報告や国際連合総会における軍事政権との政治和解を求める活動を行ってきた。そして国連総会で決議された勧告を基礎として NC ガブは各国政府や国際社会から軍事政権との政治的会話とビルマの民主化をもたらす助けとなるための共同支援を集めていた。一方 NC ガは対外的に軍事政権に対する 政治的変化の要求とともに、軍事政権に対抗する少数民族の反政府勢力や、国内の庶民主化組織の間で友好と団結の絆を強化するための働き化を行ってきた。具体的に n c ガブは、全国民の調和は、未来のビルマ連邦の平和に欠くことができないものである、とする理念の下で、国民和解プログラム、ナッシュナル列禁ジリーションプログラム、NRP を策定し、 現在では、民族紛争の解決と、民族内部、民族間での対話の推進に努めるとともに、各人が、将来のミャンマーに対する展望や待望を表す、ことを励ましていた。他にも、NC ガブは、将来の民主化に対する準備計画として、ビルマ基金、ザ・ビルマファンドなどの共同組織を通じ、民主化運動の中での組織や、個人の能力を築き上げる取り組みを敷いた。 また、民主化運動によって民主主義をもたらした他国の前例を活動の参考とし、将来のミャンマー政府指導者が政策の自己決定に際してその助けとなるような民主化運動の比較研究や調査プロジェクトを実施していた。ビルマ連邦国民連合政府、NC ガブは立法機関として国民議会代表社員会を行政機関として閣僚評議会を有していた。 また、これらの機関とは別に、n c ガブを運営する亡命国民議会議員の組織、議会議員連合が存在していた。なお、n c ガブは亡命ビルマ人コミュニティで生ずる葬儀の審議を行ってないため、司法機関に相当する政府機関は現時点で設置されていなかった。国民議会代表者委員会、コミッティレプリゼンティングピープルズパーラメント、CRPP は、 1990年5月27日実施の選挙で選出された国民議会の職務を代行するために国民民主連盟 NLD と4つのヒビルマジン少数民族政党によって1998年9月16日にヤンゴンで独自に発足した立法機関である CRPP は90年選挙で当選した過半数の議員から受けた 委任状を活動の正当性根拠にしており、当初は90年選挙で選出された議会当選議員10人によって構成されたことから、10人委員会と通称された。職務としては、現在の軍事政権が出す、処方令に正当性がないことの個別具体的な宣言、新憲法草案の作成などがあり、毎年報告書を作成して、海外で配布していた。なお、 CRPP は、下記の18人で構成されていた。閣僚評議会、カウンシュリョブミニスターズは、NC ガブの行政を執行する最高行政機関で、ある。評議会は総理府と連邦事務局から構成されており、評議会のもとに各種の委員会が設置されていた。評議会は、首相が統括しており、形式的に、議員内閣制を採用していた。 議会議員連合、メンバーズ・オブ・パーラメント・ユニオン、MPU、国会議員連合とも言うは、1 9九十年五月二十七日の選挙で選出された国民議会議員たちによって、1九十六年六月十五日に結成された。彼らは亡命臨時政府、NC ガブを組織し、ミャンマーにおける民主主義と人権を復活させる闘争を継続する使命を帯びて、 ミャンマーから国外へ脱出した。その後、2000年10月4日にアイルランドのダブリンで開催された会議において、MPU の設立は正式なものとなった。MPU は NC ガブ首相の選出に責任を負い、また NC ガブの機関としてミャンマーに対する国際的な認識を提起し、ミャンマーの民主化運動と CRPP に関連する政治的団体、政党、 c r p p 構成員、NC ガブの議会制度に対する全般的な支援を得ることを主要活動の焦点としていた。なお、MPU は各機の24人で構成されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。